第一次ネフェリスの戦いは、第三次ポエに戦争中の紀元前149年に、ネフェリス近郊で発生した、共和制ローマとカルタゴの戦闘。紀元前149年、ローマは、失政官二人のコンスルルキウス・マルキウス・ケンソリヌスと、マニウス・マニリウスをカルタゴに派遣し、首都カルタゴを攻撃した。しかし攻撃は、失敗に終わり、海軍は、 河川の攻撃を受けて壊滅、ケンソリヌスはローマに戻った。マニリウスは野営地を強化してアフリカに止まった。ローマ軍を壊滅から救ったのはトリブヌスミリトムのスキピオア・エミリアヌスであった。マニリウスは不評1万と騎兵4.000を使ってカルタゴ周辺を略奪し、食料や工場兵器用の木材を確保しようとした。しかし、 たびたびファメイアスのカルタゴ騎兵から攻撃を受け、損害を出していた。その後マニリウスは、ハスドルバルが守るネ、フェリスの攻撃を計画した。ネフェリスまでの道は険しく、またコーチは、カルタゴ軍が占拠していることから、スキピオア・エミリアヌスは、この遠征に反対したが、マニリウスは、遠征を実行した。ネフェリス近郊の川に達したところで、 スキピオア・アエミリアヌスは再度攻撃を思いとどまるよう、マニリウスを説得したが、レガトゥスたちは敵を前にしながら引き返すのは慎重というよりも、臆病であると非難した。スキピオア・アエミリアヌスは、それならば、対岸に陣地を築いて、安全を確保すべきと意見したが、あるレガトゥスは、マニリウスの代わりに、スキピオが軍を指揮するのであれば、自分は剣を捨てると脅した。 あまり戦闘の経験のないマニリウスは、スキピオア・アエミリアノスの意見を入れず、川を渡って、ハスドルバルを直接攻撃した。両軍ともに大損害を受けたが、ハスドルバルは、安全なネフェリス城内に一旦退避し、ローマ軍が撤退する際に追撃する構えを見せた。ローマ軍は、川岸までは秩序だって撤退したが、とかは混乱した。これを見たハスドルバルは、ローマ軍を攻撃。 レガトゥス3人も戦死した。ここでもスキピオア・エミリアヌスは、霊下の騎兵300と、急いで集めた騎兵を用いカルタゴ軍に反撃した。これでカルタゴ軍は崩れたが、それでも一部のローマ兵は渡化することができず、対岸に取り残され、丘の上で包囲されてしまった。これを知ったスキピオア・エミリアヌスは、2日分の食料を持って出撃。 カルタゴ軍を撃破して孤立したローマ兵の救出に成功した。しかし、カルタゴ軍は数に勝っており、それ以上の追撃は行わなかった。マニリウスは一旦イアエーチに戻った。しかし前回の失敗を恥と感じ、15日間の食料を持って再度、ネフェリスへの遠征を行った。今回はスキピオ・アイビリアヌスの前回の助言に従ってネフェリス、 近くに防御を強化した陣地を構築したが、結局軍事的には何も得るものはなかった。しかし、この遠征中に、スキピオア・アエミリアヌスは、カルタゴ騎兵を率いていたファメアスをローマに投降させることに成功し、マニリウスも面目を保つことができた。ありがとうございます。